イルゼーは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す市場町で、プフォルツェン行政共同体を構成する自治体の一つである。イルゼーの風景イルゼーは、アルゴイ地方のオストアルゴイ軍に位置する。公式には6つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。市場町イルゼーは、1803年の 帝国代表者会議主要決議以前は、イルゼー帝国修道院領であった。イルゼーは、市場開催権を有していた。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降は、バイエルンに属した。町長は、アンドレアスリープである。彼は2002年にルドルフ・シャープフの公認として、町長に就任した。ズ柄、ガラ、赤字に、逆向きの二頭の銀の獅子。 上は左向き、下は右向きである。二頭の獅子が描かれた、この紋章のデザインは、修道院最後のパトロンであった、ラムシュバク家の紋章に由来する。この紋章は1837年に、バイエルンをルートビヒ一世から授けられたものである。民営の文化センターアルトブオは1903年に、設立された。この種の施設では、アルゴイで最も古いものであり。 バイエルンで最も古い文化衝撃場である。1998年から毎週金曜日にイルゼーの古い町の中心部で有機農産物の市場が開催されている。イルゼー修道院町の東部にかつてのベネディクト会修道院であったイルゼー修道院がある。聖母マリアに捧げられたこの修道院は1186年にロンスベルカ辺境博ハインリヒによってイルゼーの城山に 主要なパトロンは1390年から1803年までハップスブルク家であった。1849年、修道院内にクライスの精神病院が設けられた。この病院施設はナチス独裁政権下で生きる価値のないものを殺害するために悪用された。1939年から1945年までの間に2000人以上の子供や男女がハ肌回ルグラーフェネック。 ハルトハイムの絶滅収容所に送られたり、いいコスト、または薬物投与によって殺害されたりした。1981年に、かつてこの戦争犯罪が行われた場所に、マルティン・バンクサクの記念像が混流された。現在この修道院は、シュバーベン管区の会議、教育センターとなっている。イルゼーには、ビール醸造博物館があり、何世紀にも及ぶ。 ビール作りの伝統を物語っている。ありがとうございます。